はい、どうもこんにちは。最近生で見ると、おっきいねって言われます。身長のことです。何だと思ってんだ <laughs> とといいううことでどうもユータでどもすはい、ちょっと変なこと考えないでくださいよ。やるじゃないかということで、はいえー、今回はですね、えー、VAB ありがとうということで、えー、今シーズンね、サーキットで1年、1年じゃねえな、今シーズン、まあ、11月から2月ぐらいまで、2ヶ月ぐらいあ4ヶ月ぐらいか、ちょっとあの頑張って走ってもらいましたんで、えー、まあね、 どのぐらいのタイムで走れたか。えー、シーズン前に目標タイムっていうのを言ってたと思うんですけど、ちょっとまあどのぐらい、まあちょっと達成できたか、と、まあその理由なんかについてちょっと話していこうかと思います。はい。えー、まず、シーズン一発目、つくばと1000ですね、TC1000 走って、えー、ベストタイムが、 えー、39秒383かな。はい。えっ、ー、と、で、確か目標38秒5ぐらいで言ってたかな。39秒ギリ、8, 8秒5とかで言ってたと思うんですけど、まあ、ちょっと目標に達成はならずで、えっ、ー、と、まあ、何が要因かっていうと、<laughs> うん、まあ、あの、シェイクダウンというか、まず完全に一発目の走行だったんで、まあ、 えー、いろいろ変わってね、ちょっと自分が合わせきれなかったっていうのもありますし、あとはまあ、ちょっとやっぱり、ピッチングもよく出るし、あとはまあ、うーん、なんだろうね、ちょっと、あとはライメントのセットをもうちょっと変えようかなと思ってます。えー、まだね、多分ね、上手い人が乗ったら38秒真ん中とか、 絶対入るポテンシャルはあると思うんで、はい。ちょっとね、本当あの、シェイクダウンっていうので、ちょっと合わせきれなかったっていうのが一番大きいですね。で、11月でまだ気温もちょっと結構暖かかったので、タイム伸びずっていう感じでした。はい。えー、で、その次、えー、日光ですね。日光サーキットはね、えー、6連製さんのね、えー、走行会で、 えー、一応ま、2年連続で出てるんですが、またしても雨と。本当にね。で、今年のね、3月ぐらいにも日光6年生さんやってたんですけど、雨だったんですよ。俺言ってないですけどね。あのね、6年生さんのね、日光で、ね、雨率高いんですよ。他の日はね、多分結構ドライ多いんですけど、日光だけ雨の率高くて、 えっとまああのウェットだったんでもちろんタイムは出なくて42秒5であとはまあスーパーラップと、えー、全体のリザルト1位っていうのは取りましたっていう感じでまあその時はタイム更新できずですねはいでえっ、ー、とその次がねえつ、ー、くでオートランドつくでえー、東海遠征ですね 正月に行った。えっ、ー、とね、ここもね、えー、ちょっと雪残りというか、まあ、ウェット、ハーフウェットで、えっ、ー、と、エンカルも引かれちゃってて、もう、とにかく路面が滑る状態だったんで、タイムは望めなくて、まあ、そういう悪いコンディションの中でも、30秒 906?30 秒台に入ったっていうのは、まあ、 いい収穫だったんじゃないかなとは。まあ、あとコース感覚もまだ残ってるんで、まあ、ドライでね、次走れば、まあ、29秒、28秒台狙えるんじゃないかなと思ってます。はい。で、あのー、ね、つくではね、えー、例年そんな降らない、まあ、降るらしいんですけど、あそこまでね、ひどく降ったのはね、今年がね、ほんと珍しかったみたいですね。 はい。で、まあ、えっ、ー、と、東海のね、えっ、ー、と、ま朝、あ、岡さんとかね、その周りの方たちも、VAB の方たちも来てもらってね、せっかく集まってもらったんですけど、ちょっと伸びずっていう、まあちゃんとしたコンディションで走れなかったっていう感じですね。<laughs> はい。で、次、美浜サーキット。えー、っとね、美浜サーキットが、えー、次の日ね、正月行って、 えー、44秒366かな。はい。えっ、ー、と、ミハサーキットに関しては走ったことなかったんで、まあ、タイム目標とかなかったんですけど、ええー、まあ、ミハマレコードの浅岡さんが44秒8とか7ぐらいだったんで、まあ、その前後を狙えればいいかなと思ったんですけど、まあ、えー、44秒3ぐらいは出ました。ええー、で正直、完全に、あのー、ミハサーキット苦手です。ぶっちゃけ。えっ、ー、とね、 まだ全然、まあ1コーナーの入り方とか、あとはフェニックスコーナーとか、全然まだ改善できるところもあって、まだまだぶっちゃけ伸びますね。まあ今の状態でもあとコンマ5とか、コンマ8ぐらいは多分削れるような気はします。ただ、ちょっとあのやっぱピッチングがひどくて、あれが治るだけでも多分かなりタイム良くなるんで、まあ三浜はまた来年にでも、 うんちょっとリベンジできればいいかなっていう感じでは思ってます。はい。はい。えー、その次が、え TC2000、ー、つくば2000。えー、まあ自分がぶっちゃけ一番得意としてるコースというか、まあなんて言うんだろう。車がちょうどそこに合ってるっていうのかはちょっとわかんないですけど、えーと、つくば、えー、1秒882ですね。えー、多分目標では、1秒 1>, 1秒台、1秒フラットぐらいとかって言ってたような気がするんですけど、えっ、ー、と、まあ、1秒882という感じで、まあ、1秒台入れれたのは、ちょっと大きな収穫ではあります。うーんで、まあ、伸びなかった要因は何だろうね。まあ、あの、ちょっとね、ブレーキが効かないっていうのと、 あの、そこはまあ、サスの問題かもしれないですね、もしかしたら。ABS 関連とかそういうのがちょっと関わってきちゃってるのかなっていう感じもあります。フリクションサークル見ても、1G ちょっとぐらいしかブレーキ G かかってないので、もうちょっとかかるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、バランスとかもやっぱりあるんでね。まあ、そこはちょっと来シーズンに向けていろいろもう、ちょっと考えてること、対策みたいなのあるんで、 それはまたちょっと今度お話しするんですけど。で、あとはね、うーん、ちょっと車の向きの変わりが遅いというか、アクセルが早く開けられないっていうのがあって、はい。あとはリアのちょっと伸び不足もあるんで、で、ピッチングもやっぱ 80R とかでも出ちゃうし、というところがありますね。 だとフロントの空力っていうか、まぁ設置感がもうちょっと欲しい感じはあります。まあ現状でもうちょっとやれてもいいな、コンマ5ぐらいはあと縮むかなっていう感触はありますけどね。はい。で、その次の日光です。あ、本庄だ。次本庄で、本庄の確か目標が42秒5ぐらいだったと思うんですけど、今回は42秒863かな あとコンマ3ぐらいちょっと及ばなかったんですけど、えー、こちらもちょっとやっぱり、ピッチングがすごいっていうのと、あとブレーキがね、やっぱりすごい効かなかったんですよね。うん、そこがちょっと大きい。あとはちょっとやっぱ低速のヘアピンの時の車の向きの変え方っていうのがやっぱり下手くそで、早く向きが変わらないっていうのが、 あります。まあ、車の問題なのか、運転の問題なのか、まあ、運転の問題が一番でかいと思うんですけど、ちょっとそこは自分への課題で、で、まあ、ピッチングに対しても、ちょっと今もう考えてることがあって、まあ、それも今度、ちょっと、おいおい話そうかなとは思ってるんですけど、はい。でね、ドラシャーその時に、ね、ブローしちゃって折れちゃって、ちょっと、全然走行その後できなかった。 のでタイムも伸びずでしたけどまああの日走っててもちょっと伸びなかったなっていうのはありますはいなんでうんもうちょっとやっぱ車をいい方向に仕上げたいなっていうのはありますねはいまああのぶっちゃけシェイクダウンつっててセッティングポッと適当に固めて出してそっから仕様変更してないんでアライメントとかもぶっちゃけ でコースによってやっぱり全然違うしいじってないんでそこは自分がいけないんですけどはいちょっとまだまだやっぱりタイムは伸びるなっていうタイムですねはいはいでその次がね TC2005 またちょっとリベンジって言ってもう今回は052のね新品を用意して挑んだんですけど えまあ、結果的に言えば1秒 683? まあコンマ2ぐらいは縮まって、まあ前回のタラレバを埋めたような感じのタイムは出ました。で、新品タイヤの恩恵っていうのがあまりなくて、ちょっとうまく使い切れなかった。あとぜ、7 h ルとちょっとフィーリングがやっぱ結構違って、ちょっと戸惑ったっていうのもあって、<laughs> うん。で、あとタイヤの特性的にちょっとピッチングが出にくかったような気はするんで、まあそこは良かったかなという点はあります。はい。うん。で、あとね、最終コーナーがね、やっぱ052の方が苦手だったね。ちょっと。なんかフィーリングが。はい。そんなとこですね。あとまあ最高速もちょっと伸びてなかったんで、はい。 まあそこもちょっとまあいろいろ来シーズンに向けてちょっと対策も考えているんで、はい。まあ来シーズンはね、踏ん切りしたいなとか思ってるんですけど、まあ、そんな感じですね。はい。で、その次、日光行きました。日光リベンジ。さすがにちょっとね、ドライで走りたいなという気持ちが強くて、日光フリーでライセンス取っていって、 え38秒630。えー、これはまあ多分目標タイムを言ってたと思うんですけど、多分それ通りに乗っと出たのかなという感じです。えーまあ、あとは新路面っていう状況もあって、まあ、コンディションもだいぶ良かったのかなという感じはします。で、まあ雨の日もね、2年連続で走ってて、まあコース形態っていうのは十分頭には入ってるんで、 まあ、あとはちょっとドライでのグリップの感覚とかはあんまりなかったんで、まあそこはちょっと当日合わせてって感じではなったんですけど、まあ大体はね、あのー、想像通りに走れたのかなっていう。まあで、あと最後の最後にちょっと走り方っぽいのもちょっと感覚をつかんできて、タイム伸びたっていうのもあって、あとはまあ、ギアの、ギア比、ギアの選択もちょうど合うのかなっていうのもあるし、まあ、 ちょっと、あの、裏のセクションが結構ずっとアンダー気味なんで、ちょっと車的にそこだけ改善すれば、もうちょい速くなるなっていうのはあるんですけど、まあ日光は、まあ TC2000 の次ぐらいにうまく走れたんじゃないかなという感じです。はい。で、その次がモバラですね。えっ、ー、と、一応シーズン最後、モバラ、48秒099。 えー、47秒5が目標だったんですけど、ちょっといまいち伸びきれずと、あともばら行ったらやっぱちょっとバネが柔らかくて、もう着地とかも結構ボインボインしちゃってて、なかなか踏めず、トラクションかからず、えーうんそんな感じで、あとはちょっとギア比が合わないね、もバラは。難しい。うん コースレイアウトもそうだけど。で、なかなか珍しい左回りのサーキットコースなんで、まあそこはあんま関係ないとは思うんですけど、うん。で、あと気温が高かったね、やっぱり。うん。だいぶ高かったね、モバラは。うん。っていう感じで、まあちょっと、まあ目標タイムに及ばないサーキットコースの方が多かったかな。うん。 ええと、ちょっとあとね、他にも、富士とか、恵比寿とか、えー、いろいろね、他にも、スパ2週になったかね、いろいろ行きたいなと思ってたんですけど、つくるまとかね、ちょっと仕事もやっぱり忙しいっていうのと、なかなか予定がやっぱり、走行が合わないっていうので、ちょっと、走れず今回は、今シーズンは終わってしまったんですけど、 富士もね、せっかくライセンス取って、43,500円ぐらいするんだけど、ライセンス。国際コースだからね。ちょっと走りたかったんですけど、やっぱなかなかちょっと厳しい現実もありますんで、まあ来シーズンにお預けということで。はい。という感じです。えー。まああとはちょっと VAB のね、車種別レコードも、まあ何か所かね、 え、更新したりと、今シーズンは、まあなかなかタイムそ、まあそんな特別早いってわけじゃないけど、まあそこそこなタイムも出してきて、まあベースが出来上がってきたかなっていう感じはあります。で、まだ来シーズンに向けていっぱい付けるパーツがね、まだ何箇所かあって、まだ完成の域ではないし、でその付けるパーツを付けて、最後、あのアライメントやらセッティングを出して、まあ、 そこから来年は合わせていきたいなと思ってるんで、まあ正直まだまだ伸びる車ではあるんで、うん。ちょっとまあ来シーズンに向けて、このシーズンオフでね、車を完成させて、えー、あとはちょっとドライバーの腕も磨きつつ、まあカート行ったりとか、あとはね、ちょっと国内永久ライセンスを取って、レースもちょっと参戦しようかななんて思ってる、ちょっと悪巧みしてるところもあるんで、 ちょっと、なんか、走りたいっすね。はい。という感じで、ちょっとまあ今シーズンのね、えー、タイム報告の動画っていう感じで、今回は以上になります。はい。